偉人たちとの夏は山田大地の小説。これをもとにして同名の映画、演劇作品も制作された。祭主と別れた人気シナリオライターが体験した、すでに亡くなったはずの彼の家族、そして怪しげな年若い恋人との奇妙な触れ合いを描く。新潮社によって設立された山本周五郎賞の第一回受賞作品。 小説新潮1987年に1月号に発表され、同年12月に新潮社寄り上司。1991年11月に新潮文庫に収録され、解説を田辺聖子が担当した。総年のシナリオライターの原田は、妻子と別れ、マンションに一人暮らし。ある日原田は幼い頃に住んでいた浅草で、彼が12歳の時に交通事故死した両親に出会う。 原田は早くに死に別れた両親が懐かしく、少年だった頃のように二人の元へ通い出す。そして、同じマンションに住むカツラという女性にも出会い、不思議な女性だと感じながら、彼女と愛し合うようになる。しかし、二つの出会いとともに、原田の体はみるみる衰弱していく。1988年に映画化され、小竹系で公開された。カツラが、 中に浮き行像が変わるシーンでは、500万円を費やして、ハイビジョンが使用された。壮年の人気シナリオライターの原田は、妻子と別れ、マンションに一人暮らし。ある晩、若い系という女性が飲みかけのシャンパンを手に部屋を訪ねてきた。飲みきれないからという、同じマンションの住人である彼女を冷たく追い返す。数日後、 原田は幼い頃に住んでいた浅草で、彼が12歳の時に交通事故死した両親に出会う。原田は早くに死に別れた両親が懐かしく、少年だった頃のように両親のもとへ通い出す。ランニングになりなとか、行ってる先からこぼしてなどという言葉に甘える。原田はそこで、K という女性とも出会う。チーズ占いで木炭の灰をまぶしたヤギのチーズを選ぶと、傲慢な性格だと言われる。 不思議な女性だと感じながら、彼女と愛し合うようになる。父とキャッチボールをしたり、母手作りのアイスクリームを食べたり、徐々に素直さを取り戻していく。両親を失ってから一度も泣いたことはなく、強がって生きてきたのだった。しかし二つの出会いとともに、原田の体はみるみる衰弱していく。イもまたあの日、チーズナイフで自殺していたのだった。たとえ妖怪、化け物でも構わない。 あの楽しさ、嬉しさは忘れられないというが、別れの時が来る。両親と、浅草の今半別館ですき焼きを食べることになるが、たくさん食べてよと言っても、二人は微笑むだけだった。俳優、春田純一が所属する劇団スケアクローズの第二回公演として、中野光座にて上演。声優、関智和が座長を務める劇団ヘロヘロ、キュカムパニ、によって、 シアターサンモールにて上演。俳優、シーナ・キッペが主演、シアター・クリエにて上演。石井博士ほか、日本特撮、幻想映画全集強文社、1997年、315ページ。ISBN47 億6692万7060。AB 週刊現代2010年10月9日後、P86 から 88AB 大林信彦。 PSC 監修、大林信彦ワールド時を超えた少女たち近代、映画社、1998年、79ページ。ISBN4 から764818655。大人のためのファンタジーホラー、偉人たちとの夏オールアバウト。ありがとうございます。